どうも、猫ニラです。じっくり開けていきましょう。前回が EUS のモドリッチだったかな。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 はい。で、まあ、前々回とかにちょっとお伝えしたんですけど、エリアの結果とかはね、ブログの方で上げさせてもらってるんで、もしよかったらね、ご拝見ください。はい、カストロ。肉れめ。ラキッチ。はい。かっこいいんだけどな。ラキティッチもクロアチア、モドリッチもクロアチア、めちゃくちゃ強いクロアチア。サンクレメ、誰？サンクティス、サンクティスですね。ヨンクレメ、よいしょ。イスコ、イスコ、イスコってスペインの、スペインユニの SPS、SPS ありましたよね。あれ？これそうじゃないの？ほら！やっぱり、なんかそんな感じしたわ。よいしょ！おー、かっこいいな。これも初引きですね。初引きが来るとやっぱ嬉しい。はい。3.0が来る前にある程度やっぱ 2.0 のレアは出し切っておきたいんですよ、なるべく。まあ MVP もアズーリバッジも引ける気配が一切ないっていうね。当たり前か。6レ目、あ、渡るくん頑張ってよ。渡るくん、オリンピックもうこの動画が公開されてる頃には終わってるかもしれないけど頼むよ渡るくん、マジで本当に。キャプテンルカ・ディーネですね。これはディーネは移籍しましたよね、確か。バルサ、フェイキル、フェイキル、これどうなんだろう。9クレメ、トーレ、オリベル・トーレスかな、オリベル・トーレス。はい。こうアトレティコのね、こう守備、攻撃につなげる守備って言ったらいいのかな、あれはね、ほんとね素晴らしい。ちょっとやっぱ J リーグでああいうサッカーは見れないんで、ちょっと見なかった方がいいですね。カントレーバー、はい。ということで本日は SPS のイスコでした。うん、数値は素晴らしいですね。テクニック19。はい、またお会いしましょう。さよなら。